イタリアンコルソドックは、イタリアのも、ロシア系の犬種である。イタリア語ではカネコルソ、またはカネコルソイタリアーノという。コルソの意味には、語英という意味のラテン語コホルに由来するとか、頑丈という意味の方言に由来するといった説がある。別名として、イタリアンマスティフなどとも呼ばれる。イタリアンコルソドックは絶滅した古代イタリアのも、ロシア系犬種を復活させた種である。 イタリア半島では古くから頑丈なも、ロシア系の犬が刀剣、番剣、狩猟犬、牧牛犬等として利用されてきたが、この犬種は絶滅した。この犬種をカーネディマチェライオと同定する者もいる。コルソドックは優秀な狩猟犬であり、また牛を養する時には多くの牧牛犬が牛の足を噛むのとは異なり、群れを率いる牛の頭部を攻撃して誘導した。 第二次世界大戦後、イタリア南東に残存した個体から、犬種の復活が図られ、1994年に、イタリアケネルクラブにて、犬種スタンダードが公認された。国際畜犬連盟には1996年に、暫定2007年に正式に登録された。近年ではヨーロッパだけでなく、アメリカなどでも、ペットやショードッグとして人気がある。なお、 シチリア島で牛を追うのに使われていたシシリアンブランキエロから復活されたという説もあるが、ブランキエロはアンダーコートを持たない別種であるとの見解もある。体高はオス64から68センチメートル、メス60から64センチメートルで、体重は有志ともに40から45キログラムの大型犬。機動性があり、幅広の頭部と大きな顎を持つ。 モロシアンタイプの体型であるが皮膚はたるんでいない。緻密で光沢のある毛並みで、アンダーコートを持ち、毛色は、ブラック、グレー、ホーン、ブリンドルで、ブラックとブリンドルに人気がある。垂れ耳、長く細い垂れ尾であるが、違法でない国では、耳は短く段耳して立たせ、尾も短く段をすることが多い。性格は家族に対しては愛情深く優しいが、きちんとした訓練がなければ、 独立心旺盛で攻撃的になりやすい。頼も、ロシア系犬種より多くの運動を必要とする。韓国のプロ野球リーグである久保リーグに所属する SSG ランダースでは、この犬種をモチーフとしたマスコットキャラクター、ランディを起用している。ありがとうございます。